スカパフローは、1914年生まれの、イギリス産サラブレッド。第17代ダービー伯爵エドワード・スタンリーによる、生産馬である。繁殖品馬となって、ファロスとフェアウェイという2頭のイギリス主母馬チャンピオンを生み、サラブレッドの血統史上重要な足跡を残した。この2頭の他にも千0 0リ優勝馬のフェアアイルを、生んでいる。スカパフローの母馬は1九0年生まれのアンコラと、 いう。アンコラの生産者は、イギリスの小ビジネス界の成功者、ジョージ・エドワーズである。アンコラの父馬は1896年のアスコット金牌の優勝馬ラブ・ワイズリーである。父に似て、長距離適性があり、バネの効いた体育を兼ね備えていたという。アンコラは、万生型だったとされている。2歳で競争馬としてデビューしたものの、5歳まで未勝利だった。 6歳になってようやく初勝利を挙げると、ブライトンステークスに勝ち、チェスターカップやイボアハンデキャップで2着に入った。通算成績については資料により食い違いがあり、50戦7勝、51戦7勝、51戦8勝、などとされている。7歳の春、アンコラは、繁殖品馬のセリーチで売りに出された。第17代ダービー伯爵エドワード・スタンリーは、 岡抱え教師のジョージ・ラムトンの勧めに従って、これを購入した。アンコラが、ダービー白爵好みの長距離決闘である上、眼見で長く走ったことが、購入理由だったと伝えられている。買い値は1302位だった。同時期に、取引された品場として、ハイペリオンの三大母・ゴンドレット、ネアルコの、祖母キャットニップがいる。 日本中央競馬会総務部長坂職員で世界の名馬の著者である原田俊二はこれらの取引を参考にするとアンコラの買い値はまず水準並みの値段だったとしている。ダービー伯爵がニューマーケットに持つウッドランド牧場に連れて行かれたアンコラはそこでダービー伯爵が所有する守護場調査と配合された。こうして1914年に最初の産区として品馬が生まれた。 幼子ま時代のスカーパフローは動きが良く気質も優れていたという。しかし体格には恵まれず、ウッドランド牧場の牧場長だったウォルター・オールストンは競争馬として実戦に使うのは無理だろうと評したという。しかしジョージ・ラムトン調教師はメスごまの気象の良さを買って調教を行うことにした。このメスごまが誕生した1914年の夏。 第一次世界大戦が勃発した。当時のダービー伯爵はイギリス軍の徴兵や武器補給の公務に当たっていて、1916年からは陸軍大臣として戦争指揮を取った。1916年にこの貧馬が2歳で競争馬としてデビューするにあたり、ダービー伯爵はスカパフローと命名した。スカパフローというのはイギリス北部にある軍港の名で、 イギリス海軍の連合艦隊の本拠地である。この拠点は、ドイツ帝国海軍の太陽艦隊と対峙するために作られたもので、1916年には、スカパフローから出撃したイギリス艦隊とドイツ艦隊の間でユトランド沖海戦が行われている。こうしてスカパフローは、ダービー伯爵の所有馬として1916年ら、競馬に出たものの、 その年は2000して入着さえ一度もすることができなかった。スカッパフローは1917年に3歳を迎えたが相変わらずに勝利だった。そのうち下級戦である売却競争に出るようになった。売却競争は事前にその競争場の売り値を示した上でレースに出走させるものでレースの後その値段で買うと請求したものに対して馬を売却しなければならない。 ダービー伯爵は、スカパフローに50ポンドの売り値をつけて、売却競争に出走させていた。ストックトン競馬場での売却競争で、スカパフローは2着に敗れたもののいい勝負をした。このレースに持ち馬を出走させていた、別の馬種が、これを見て、スカパフローの買い取り請求を行った。ところがその時になって、ダービー伯爵とラムトン長教師は、スカパフローを手放すのが惜しくなったという。 この買い手は、スカパフローを本来の請求価格である50ポンドからさらに値切ろうとした。そこで、ラムトン調教師は、親友のジョニー・マクギーガン調教師に頼み込んで、成果の50ポンドで買い取ってもらった。そして、スカパフローを再びラムトン調教師のもとへ返還してもらったのだという。マクギーガン調教師はそのままスカパフローを、 自分のものにすることができたが、それをせずに返還したことは、マクギーガン調教師の誠実さを示すものだったと、されている。別の伝えによれば、適正な手続きでスカパフローを購入したマクギーガン調教師が、スカパフローの将来性を見出し、もう少し長く走らせた方が良いと進言して、同馬をダービー伯爵のもとへ送り返し、それで伯爵もその気になったという。 サーチャールズ・レスターは1957年の辞書、サラブレッドの世界の中で、最初のゼントルマンが、ねぎろうとしなければスカッパフローはその人物の手に渡り、その後のサラブレッド血統誌は大きく違ったものになっていただろうと述べて、一連の出来事は、サラブレッド生産に伴う栄光生衰を表しているとした。アメリカのスリーチムニーズファームで、血統分析を担当するアン・ピーターズも、 もしもスカパフローがそのまま売却されて変換されていなかったらサラブレッドの歴史は大きく変わっていただろうと述べている。スカパフローはこの後12ハロンの競争で初勝利を挙げた。秋にはニューマーケット競馬場でスカボローステークスに勝った。ラムトン調教師の見立てではスカパフローは母馬に似て番生で長距離に向き翌年4歳になればもっと期待できると考えた。 しかし、馬主のダービー伯爵は引退を望み、移行を受けてスカパフローは競争生活から引退して、繁殖品馬となることになった。これには、移説があり、山野光一は、伝説の名馬ボリューム3で、ラムトン調教師は3歳のシーズンを終えた時点で、スカパフローの素質を見定め、繁殖品馬とすることを決めたとしている。結局、 スカパフローの競争馬としての通算成績は14戦3勝、獲得賞金は482ポンドだった。スカパフローはダービー伯尺のスタンリーハウス牧場に入り、そこで9頭の3区を設けている。うち8頭が勝ち上がり、6頭がステークス競争に勝っている。8頭の勝ち案の合計数は63勝で、獲得賞金の合計は8万6六千ポンド余りになった。 1919年に生まれたスカパフローの発語はスピットヘッドと言い,い、ダービー伯爵の生産馬ジョン・ゴーンとお父に持つ。スピットヘッドは気象難から去勢され馬となり、その後は長距離適性を示した。1925年にはチェスターカップを勝つなどして5641ポンドを稼いだ。2番目の産区が1920年生まれのファロスである。 ファロスの父馬は、ダービー伯爵の新種母馬、ファラリスだった。ファラリスは短距離タイプの競争馬で、長距離型を好むダービー伯爵は現役を退いた、ファラリスを売却しようとしたのだが、改定がつかなかったために、自己所有種母馬として1919 19年から、共用したのだった。ファロスは3歳の時に、ダービーで2着に入り、4歳の時に、チャンピオンステークスに勝った。 この間、1920年から1923年まで、スカパフローには種付け量が安価なシュボバが配合されていたものの、得られた3区は1頭だけだった。1924年になって、ファロスの活躍を見て、再び、ファラリスが配合された。こうして1925年に誕生したのが、フェアウェイである。フェアウェイは1927年に二再戦でデビューし、早速、 コベントリーステークスやジュライステークス、シャンペーンステークスといった重要な2歳戦に優勝した。3歳にはダービーに本命で出走したが、アクシデントの影響で7着に敗れている。しかしその後はエクリプスステークス、セントレジャーステークス、チャンピオンステークスに優勝。翌4歳にもチャンピオンステークスや、ジョッキークラブカップに勝った。この間、ファロスや、 フェアウェイの父馬ファラリスは1925年と1928年にイギリスの種ボバチャンピオンとなっている。その後もスカパフローには毎年のようにファラリスが配合された。1927年に誕生したヒンバフェア,アイルは兄たちと同じようにスタンリーハウス級舎に入り、1930年にせギニーに優勝した。フェア,アイルは 繁殖品馬として大いに期待されたが3頭しか子を産まなかった。そのうち1頭のセイント・マグナスはリバプール・サマーカップなどに勝ち、オーストラリアで種ボバになって成功した。セイント・マグナスは1973、74シーズンにオーストラリアの種ボバチャンピオンになったマトライスの母の父としてオーストラリアの血統史に残っている。 フェアアイルのメスコママザーランドは母となってルールブリタニアを出した。1928年にはファロス、フェアウェイ、フェアアイルの全妹となるファーラが誕生した。ファーラはバッケナムステークスに勝ったが競争馬としての稼ぎは1950ポンドに止まり13000ポンドあまりを稼いだ前、姉フェアアイルには及ばなかった。しかし繁殖馬としては姉より優秀で、 八頭を産み、そのうち七頭が勝ち上がった。七頭中ステークス競争を勝つまでになった者は四頭いて、その筆頭格は1938年にサセックスステークスに勝ったファローである。ファローは引退後守護場になり、間もなく大きな機体を集めて、オーストラリアへ輸出されたのだが、輸送中に死んでしまった。1929年生まれのボバセントアンドリュースは、 ファロスとフェアウェイの全弟である。競争馬としては、スカパフローの産区の中で唯一、未勝利に終わった。しかし決闘的な期待を集め、守ュ馬になった。だが、結果はかんばしくなく、早死にしてしまった。1930年に生んだハイランダーは、スカパフローの産区としては唯一ハリーオン系のコロナックを父としている。コロナックは競争馬としては、ダービーや、 セントレジャーなど数多くの大レースに勝った名馬だが、種母場となって間もなく、種母場としての実績はまだだった。ハイランダーは、コロナックの3区としては最初期の活躍場となり、競争場としても種母場としても、同世代で同じダービー伯爵の生産場ハイペリオンと同じくらい、期待がかけられた。しかし、競争成績は遥かに及ばず、希少難から虚勢されてしまった。ファロスが、 タネボバになると、その子が次々と活躍した。1931年には、カメロニアンが2000ギニーとダービーを制し、この年ファロスは、イギリスのタネボバチャンピオンとなった。しかし、ダービー白爵は、前王党とのフェアウェイをより高く評価しており、これらの活躍場の登場の前、1928年の種付けシーズンの後ファロスを手放してしまっていた。当時、 ダービー白爵は第一次世界大戦の戦後処理のために中フランス大使としてフランスに滞在しており、そのつてでファロスはフランスのフランソワ・デュープレ所有のデイリー牧場に予託されていた。ファロスはそこでフランスやイタリア、アイルランドのダービー馬を送り出した。ファロスの子は1932年にもフライダシーがイギリスでセントレジャーを勝つなど活躍したが、 後世への影響を考えると、ファロス3区の中で最も重要なのは1935年のイタリアバネアルコである。ネアルコは1947年と1948年にイギリスの種ボバチャンピオンとなり、その子孫からはナスルーラ、ノーザンダンサー、ターントゥなどが現れて、現代の主流血脈となった。ダービー伯爵に期待をかけられた。 フェアウェイは1936年、1939年、1943年、1944年の4度、イギリスのタネボバチャンピオンとなった。このほか1935年、1937年、1942年は、前衛2位、1946年は、前衛3位の成績を残している。さらにその子孫からは何代にもわたり、 イギリスの種ボバチャンピオンやダービー優勝馬が出た。スカッパフローは1932年に空腹となった後、繁殖品馬を引退した。その後は功労馬として余生を送り、1937年に23歳で死んだ。17代ダービー伯爵の繁殖品馬としては英国種ボバチャンピオン6回のハイペリオンや南米の名種ボバ、ハンターズムーン。 ネイティブダンサー系の祖となったシックルなどを排出したシリーンと並ぶ偉大な繁殖品場だったとされている。第17代ダービー伯爵時代のスタンディーハウス牧場はカンタベリーピルグリム、アンカラ、スカパフロー、ゴンドレット、シリーンらによって黄金時代を築いたのだった。サーチャールズ・レスターはサラブレットの世界の中でスカパフローは世界のスタッドブックに 巨大な影響を与えたとし、直近50年のサラブレッドとしては、世界中の競争馬の決闘に影響を与えた、ケウな例だとした。バイオグラフィカルエンサイクロペディア・オブ・ブリティッシュ・フラット・レーシングでは、英国競馬史上最も有名な繁殖品馬の意図とされ、デニス・クレーグも、自著競馬サラブレッドの生産及び、英国競馬少子で、英国の競馬の歴史における最も有名な、 繁殖品馬のうちの一頭にスカパフローを挙げている。スリー・チム・ニーズ・ファームの血統分析担当のアン・ピーターズはスカパフローを20世紀前半の偉大な繁殖品馬の一頭と評している。スカパフローの地は主にボバのファロスとフェアウェイを通じて世界中に広がった。不景としてのファラリスの世界的成功はこの二頭によるものであり、このように全兄弟がいずれも 世界的な名声を博したのは滅多にないことである。世界百名馬では、ファロスをサラブレット史上最も大きな貢献を成したシュボバの一頭とし、その子孫は現在世界中のサラブレット生産界を支配しているとさえ断言できるほどの繁栄ぶりとしている。山野光一は1996年の著書、伝説の名馬ボリューム3の中で、 現在のサラブレッドでスカパフローの血,血脈を全く持たない者はいないとまで表している。ファロス、フェアウェイ、フェアアイルの全兄弟妹たちは父ハラリス、母スカパフローという配合によって誕生している。この配合では血統表中にセントサイモンの近親交配が発生していて、セントサイモンは父方の4代前と母方の3代前に登場する。 その血量を計算すると18.75%となり、奇跡の血量と呼ばれる値になっている。このため両馬は、ダービー白爵が、奇跡の血量にこだわって競争馬の配合を行っていたことを示唆する高齢と扱われることもある。しかし、1957年に刊行されたサラブレッドの世界では、血量が特定の値となるセントサイモンの近親交配が、 スカッパフローの3区たちの成功の鍵だったという考え方を否定している。同書の著者レスタージュンダンシャクは、ファラリスがタネボバだった時期のすべての繁殖品場を調べ上げ、セントサイモンの主要な直径を父とする繁殖品場を父別に集計した。その結果、ウィリアム・ザ・サードを父とする繁殖品場76等、父セントフラスキンの品場76等、父、 デスモンドの牝馬73頭、父調査の牝馬66頭などとなっており、そのうち父調査以外の繁殖牝馬の産区の成績は、父調査の繁殖牝馬の産区よりも平均してはるかに優れていた。このことは父を調査とする繁殖牝馬が優秀だったわけではないことを示している。それなのに、父を調査とする繁殖牝馬にファラリスを配合して生まれた産区だけが、 それ以外の場合に比べて3倍以上の賞金を稼いでいた。これらの繁殖品馬の産区のうち、ファラリスが種ボバとして現役だった時期のものに限定すると優秀な産区の2頭に1頭はファラリスを父としていた。仮にセントサイモンの近親交配が一定値になったものに優れた効果が現れるとするならば、調査以外のセントサイモン系種ボバを 母の父とする繁殖品馬とファラリスの配合でも、その近親交配の効果が現れるはずである。しかし実際にはそうなっておらず、調査を母の父とする場合に限って優れた結果が出ていた。レスター順断尺によれば、この事実は母の父調査、父ファラリスという組み合わせに、特別な神話性があったことを示すという。道書によれば、 獲得賞金をもとに計算すると、スカッパフローが生産された当時の基準に照らして、父馬の調査は、一流のクラシックホースではなく、立派なハンデキャップホース止まりだったとしている。そしてファロスフェアウェイラの父となった、ファラリスも同様に一流馬ではなかった。一流馬ではない馬同士の組み合わせからこれほどまでに、傑出した競争馬が排出されたのは、この 神話性によるものだったとしている。イギリスのサラブレッド研究家、ピーター・ウィレットは、サラブレッドの中で、チョーサーファラリスを表していずれも、単に優れたハンデキャップ馬とみなされた程度の馬であり、最高級の競争馬ではなかったとしている。そして、デスター殉談尺と同様に、ファラリスを父とする一流馬の大半は、母の父をチョーサーとしていることを指摘した。ウィレットは、 チョーサーとファラリスの間の血液親和性はサラブレッドの発展上最も強力なものの一つだったとした。ウィレットによればファラリスは明らかにスタミナを欠く競争馬であったと指摘しもしもチョーサーとファラリスが共にダービー白尺の生産馬でなかったならこの2頭の配合で競争馬を生産しようとする者はいなかっただろうと述べている。ウィレットは 一竜馬でない馬同士の配合から一竜馬が排出されたことについて、ニックとセント・サイモンの近親交配によって、両親と祖父母をしのぐほどの電気火花が散ったと表現した。アンチョラは怒りを意味する語。ラテン語ではアンコーラと綴り、これを英語風に転記したのがアンチョラ。英単語としてはアンカー。一ギニーは1ポンド1シリングに相当。 ポンドに換算すると1365ポンドとなる。一方、サラブレッドヘリテージでは1966ポンドとしている。ダービー伯爵はニューマーケットに複数の牧場や旧車を所有していた。スタンリーハウス牧場とスタンリーハウス旧車は特に有名であるが、17代ダービー伯爵の死後の相続の際に売りに出され、今はドバイ市長国のシェイクモハメドが購入して、 競馬の拠点としているウッドランド牧場もダービー伯爵の所有牧場。ウッドランド牧場は文献によってウッドランズスタッドウッドランドスタッドと複数の綴りが見られ、日本語資料でもウッドランズ、ウッドランドが見られる。本記事ではウッドランドとする。調査は17代ダービー伯爵の父、16代ダービー伯爵の生産馬である。 16代白爵は1908年に没し、17代白爵が牧場や所有場を相続した。スカパフローの代表産区のファロスの名は、世界の七不思議の一つにも挙げられる、アレクサンドリアの大東大に由来し、フェアウェイの名は、航路を意味する。千義にイカチウマのフェアアイルは、スカパフロー軍港がある、オークニー諸島から北東30マイルほど沖合にある、フェアアイル島の名前。 売却競争は、クレーミング競争や、セリング競争と呼ばれる。クレームは、申し出、再建、請求などの意味。ストックトン競馬場は、ヨーク地方の北部の町ストックトンオンティーズにあった競馬場。イギリス競馬の主要競馬場ではなく、地方の小競馬場の位置づけだが、当時は、第一次世界大戦中であり、主要競馬場の中には閉鎖されるところもあった。 直接戦火にさらされたものもあれば、競馬場が軍に接収されて、補給基地や捕虜収容所となったところもあった。また、大西洋の航路封鎖によって物流が滞り、イギリス国内全体として物資が逼迫し、馬に資料を与える余裕もなくなっていた。なお、ストックトン競馬場は1981年に閉鎖され、今は使われていない。スターによると、 このぐらいの競争場は、しばしば、インドなどの諸外国の競馬に用いるために輸出されていたという。スカボローのカタカナ表記には、スカボロースカーブラ、スカーバラなど様々な異表記が見られる。ウッドランズ牧場とする文献もある。いずれもニューマーケットにあった、ダービー伯爵の牧場である。文献により数値は異なっていて、85,649ポンド、 86,084ポンドなどの資料がある。当時のチェスターカップは2マイル1、4すなわち2マイル2ハロンで行うとされており、これをメートルに換算すると3,621.02メートルとなる。後に距離表記が改定され2マイル2ハロン77ヤードとなった。これをメートルに換算すると約691メートルとなる。 ダービー伯爵は1926年に恒例を理由にジョージ・ラムトン調教師を専属調教師から引退させてフランク・バターズ調教師をスタンリー・ハウス級者の専属に据えた。フェアウェイやフェア・アイルはバターズ調教師の下でクラシック競争を勝った。フェアウェイは3歳の時に5戦して4勝をしており、ダービーが唯一の敗戦だった。 ダービーでは本命視されていたが、レースの直前に本馬場に入場すると、興奮した観客が大勢フェアウェイを取り囲み、体中を触ったり、尻尾の毛を引き抜いたりした。この結果フェアウェイは発想前にひどく消耗してしまい、破れだと考えられている。サーチャールズ・レスターのサラブレッドの世界によれば、セイント・マグナスはオーストラリアの種ボバチャンピオンになったとされている。 しかし、サラブレッドヘリテージなどのオーストラリアの歴代主母場、チャンピオンリストには、セイントマグナスの名はない。マトライスの祖,祖父は、フェアウェイであり、マトライスは、スカパフローの4-4という近親後輩を持っている。マトライスの代表3区の一頭に、パゴパゴがおり、ダンシングブレイブとジョリファーの全兄弟を通じてよく知られている。厳密には、 1929年の時点では、牧場はデュプレ所有ではなく、1930年に購入したものである。実際には、アメリカで発展したネイティブダンサー系は祖先にスカパフローを持たない者も,もいる。例を挙げると、1990年代まで直後が現役競走馬として走っていたレーズアネイティブは、スカパフローを祖先に持たない。いずれにせよ、 現代の科学的知識のもとでは、競争馬の血統標中に現れる全ての祖先馬が、その能力に影響を及ぼすという考え方は、否定されている。1976年に、日本中央競馬会が編纂した、競馬百科では、奇跡の血量の考え方は現在では、理論として問題にもされていないとして、合理性を否定しているものの、 歴史的には影響力があったセオリーだったとしている。ファラリスがタネボバになった時点で、すでにチョーサーはタネボバから引退していたので、この逆の組み合わせが生じることはありえない。現在では、普通、ニックスというが、レスターの著書の中では、ニックと表現されている。デスター淳段尺は、特定の馬の配合にこうした神話性があるという考え方を、空想や、 偶然の産物だとして否定するのは健全で常識的であるとしたが、しかし実際に競争場を生産するにあたって特定の神話性を無視することは優秀な競争場を生産する機会を失うことにつながるだろうとしている。ありがとうございます。